の福島第一原発事故後にですね、いくつかの放射線防護に関する基準というのは作成されたところであります。それで、本来であればですね、こういった放射線防護の施策を企画立案する際には、まあ、その前提となる状況について的確にですね、認識した上でですね、その上で、放射線防護の原則などに基づいて検討するということが、まあ、基本的な進め方でありますけれども、まあ、しかしながら当時はですね、なかなか限られた情報量、知見の中でですね、前提を置いて判断しなければならなかったという困難さもございました。したがいましてですね、まあ、これまで放射線審議会で諮問答申を行った基準を中心にですね、まあ、前提となった状況が現在どうなっているか、あるいは当時分からなかった知見が得られているかといった観点からですね、現状をですね、科学的に整理してはいかがかという、これが視点でございます。今までこれでやってきたそのシナリオの作り方が実は悪かったのか、それともそのシナリオは正しかったけども、どうし出てきた結果が違っていたのか、やっぱそういうところで、まあ、あってはならないですけども、今後こういうことがあった場合にはどういうシナリオを立てていくか、まあ、そういうことが必要になってくると思うので、ぜひそのシナリオがどういうふうな形でできたかっていうのが分かりやすいようなリストを作っていただければありがたいなというふうに思います。洗い出し整理によって、放射線防護の考え方から見て、これはその少しそぐわないんじゃないかというようなことがある場合に、それはその、見直す方がいいんではないかというようなことを、提言するといったことにも使うということになるんでしょうか。放射線審議会の機能としてその役割はございますので、それはこの審議会総会の場でそういうふうに意見がまとまればですね、必要に応じて意見受信を行うということになるのではないでしょうか。これは事務局というよりは、皆さん委員のご判断、今提言しているということができればいいと思います。今回このフォローアップをする意義としては、まあ、この審議会に諮問された基準の、まあ、検証を行うというふうに私は理解してたんですけども、第一点はつまりこういう基準を策定をし、どのような効果があったのか、またはどのような影響があったのか、まあ、マイナスな影響もあったと思いますけども、そういう中で何が問題であったかというのを、まあ、改めて整理する、まあ、それはどうしてもこういった基準を作った場合には生じてくる問題であります。改めて検証することによって、まあ、今後の、まあ教訓にしていくということではあります。それからまあ第2点が、まあ、先ほど防護 その基本的な枠組みを作ろうということだったわけですけども、まあ、防護の考え方や原則に照らして何が課題であったのかということですよね。この2つの観点から整理をするということがポイントかなと言います。その結果として、まあ、先ほど、まあ、基準を見直していく可能性もあるという話を出てまいりましたので、そういったことにもつながっていくんだろうと思いますけど、以上です。理想的にはこれはある意味なんていうかな、棚卸しじゃないですけど、そういうような機能かなと思っていて、その影響っていうのはなかなかその想像、頭で想像してもこの多分表を見ても分からなくて、もしやるんだったらステークホルダーへのヒアリングとか、ステークホルダーのパブリックコメントみたいな形で、どんな、影響があったかとか、どんな負担があったかとか、まあ、どんな効果があったかというのを、まあ、聞くようなプロセスも全部にやると大変かもしれないですけど、一部あってもいいのかなと今ちょっと急に思いました。以上です。はい、ありがとう。まあ、検証してレビューして、我々の中に留めるのではなく、それは公開してまたそれぞれ立法した関係省庁にもその情報をサーキュレートするということが重要でないかなというふうに考えます。なんで関係省庁にそれぞれ政策があるかといえば、彼らの価値観もあり体系もありということで、まあ、先ほど岸本先生が岸本委員が指摘されたことでもあるわけですね。ですのでちょっとこれ全てをですね、良いところ悪いところ、それから防護の考えと思っているかを全部レビューする機能を全部ですねやるとなると、それはまた相談かなと思っているので、まずはここに書いてありますようにリストにして整理をした上で、何かピックアップするのかしないのか、それは当然関係省庁が、それはもう元々彼らに説明責任があり、彼らはちゃんとそれをレビューする責任もあるわけですから、そちらとの機能との兼ね合いもちょっと考えながら進めていきたいと。でまずは整理させていただくというところからやらせていただきたいと思っています。はい。